カスパリー線とは、植物の内皮の放射方向と横断方向の細胞壁に存在する脂質からなる帯状の構造である。水や水に溶けた物質の自動的な流動を制限し、中心柱への流入を防ぐ。ロバート・カスパリーによって発見された。カスパリー線の見られる内皮カスパリー線は、細胞の形成初期に作られ、一時壁の一部である。幅は様々で、 厚みはおむね細胞壁そのものより薄い。根の中心を向いた面の細胞壁に見られることが多い。カスパリー線はリグニン、またはスベリン、あるいはその両方からなるとされる。はじめに比較的低分子量のフェノール類と不法は脂肪酸が極性を持って放射状の細胞壁の間の中間ラメラに溜まり、一部が酸化されたフィルムを構成する。 一次壁の内側は、やがて、それらの物質に覆われて、厚みを増す。それにより、細胞壁の長微子的な毛細管がブロックされると、推測される。内皮細胞の細胞質は、カスパリー線に強固に接着されており、普通プロトプラストの作成に用いられているような、主薬で細胞を処理しても、細胞質をカスパリー線から引き剥がすことは容易ではない。したがって、 カスパリーンはアポプラスと経由の物質の移動を阻害し代わりに選択的透過性のある細胞膜を経由させるためのバリアのような役割を果たしていると考えられるカスパリーンは外皮の急進的な成長が完了した後で形成されるこのレベルの根ではイカンタ束の中での一次木部の導管の形成は概ね終わっている二次木部を持つラシ植物や皮脂植物では 普通根はカスパリー線を持つもの以外の内皮を形成しない。こうした植物の多くでは後に内皮は外皮と共に捨て去られ、代わりに内さやから周皮が形成される。周皮が表層近くにあり、外皮が維持される場合には内皮は引き伸ばされるか壊されるか、あるいは放射方向への死で層分裂を続けて木部の肥大と共に成長し、 新しい細胞でも古い細胞と一続きになるカスパリー線を形成する。二次目部を形成しない場合、内皮は普通細胞壁を変化させる。カスパリー線のみが存在する最初のステージの他に、二つの生育段階があるとされる。二段階目では、スベリンの白層が細胞壁の内側の前面を覆い、カスパリー線を細胞室から引き離す。三段階目では、 厚いセルロースの層がスベリン層の上に形成される。しばしばそれは主に根の内側を向いた細胞壁で起こる。この厚い層も最初のカスパリィ一線が存在する細胞壁と同様に陸人化されることがある。この層はくぼみを持っていることがある。これらの一連の内皮の細胞壁の成長は単子葉植物では顕著に見られる。 創始用植物では2段階目と3段階目の区別が曖昧である場合があり。出植物以外の遺タバ植物では内皮の形成はスベリン層の形成で終わる。カスパリー性を持つ内皮の形成と細胞壁の変化は、既婚でも起こる。ありがとうございます。